ロッドがワイルドサイドの WSS64ML、 これはもう僕がシャブとキャロ用に監修したロッドですね。で、今日やってみて、まあ、午前中なかなかね、手こずったんですけど、午後連発したキーワードが、深いレンジでしっかりねボトムに当てて、強く当ててリアクションバイトを出すっていう、そういうね鋭いジャークを意識したんですけど、やっぱりこれ、ね、このロッドの硬さが、生きたかなと思います。で、シンカーが 7g、 今回は、6m、7m、8m あたりを狙ったんで、シンカーは 7g ですね。こちらも僕が監修したウィープシンカーになります。で、P ライン、バリバスさんのデッドアライブフィネスマスター P0.45 で、 P ラインもいろいろ試してきたんですけど、まあ、4本寄りだったり8本寄りだったりいろいろ試したんですけど、僕の中ではやっぱり4本寄りっていうのが、結構ね岩に擦れやすい釣りなんで、少しでもね傷が入るとやっぱり切れてしまう P ラインっていうところで、4本の方がそういったね傷には強いので、そういった意味で、僕はねこのラインすごく愛用してます。でこのタックルデータ、このタックルシステムは結構ね僕が3年4年ぐらい煮詰めて、今現状ねこれがベストだと思ってます。やっぱどれが欠けてもダメだし、かなりねいいバランスで、出来上がってるんで、よかったらこのシステム参考にしてみてください。ライトキャロで使ったのが、ワイルドサイド WSS ST66XL、 これは野尻で、主にまあフラットエリアでのライトキャロを前提に、作ったロッドなんですけど、まあ、今日動画見てもらったら分かるように、何かね物に絡めて、今日は使うことが多かったです。ただまあ、柔らかい中にも少ししゃっきりした部分を残して作ってるんで、その引っかかりに持たせて、引っ掛けて持たせて外してっていう動きは、やりやすいし、あとバイトも弾かない。結構ね今日がそのタフだったんで、バイト弾かないっていうのはねすごく大事だったと思います。これが硬いロッドでやっちゃうと一瞬のコンっていうあたりで終わっちゃうんで、これはかなり重要です。で、今回のシステムが、シンカーは 3.5g にドライブクローの2インチで、ラインが、バリバスアブソルート AAA の3ポンド、まあ、これはね釣ってる最中にも、言いましたけど、ね、結構硬いラインなんで、まあ、底物やるときは感度がいい、あとは、傷がやっぱり入りにくいんですごく強いです。これねすごいおすすめなんで、ぜひ一回使ってみてください。